映像技術というか映像のディレクションとかってぶっちゃけ今だったら自分で iPhone で撮って、まあ、アプリでもいいから編集して YouTube で出してアナリティクス見て反応見る方がいいと思うよ。そう、受けるのとかかっこいいのとかは多分テレビ局入ってとか制作会社の直上の先輩から教わるより世界の映像がもういくらでも見れちゃうんで。そうだね、優秀な人の下で学ぶのは超大事だし全然おすすめしたいけど、そこの部分だけどういうものが人に受け入れられるかという、まあちょっと映画とはちょっと別なんだと思うんだけど、まあ少なくとも短尺の動画という意味で言うと YouTube のアナリティクスで学ぶ方が合理的な感じはするが、組織に身を置くという意味で言うとその制作進行力とかチームで動くスキルというかは一人では学べない部分なので、そういう部分で意味があるかもしれないね。すごく特にこれからどんどんフリーとか小さい単位で仕事をする人が増えるから、なおさら大勢の中で臨機応変に動くとか人を束ねて何かを進行していく力を持つというのは生きていく上ですごくアドバンテージになるかもしれないね。自分の人生の反省じゃないですけど、まあ、ちょっとぐらいは一回会社に入ってた方が身につくことはあったかなっていうのはやっぱ思うところありますからね。そうだよね、それもあるよね。やっぱり基本フリーでやってると横のつながりしかないって。なんか組織を学ぶとか言うとさちょっと前時代的な感じがするし、はい、野暮ったい感じもする人もいると思うから、まあ、受け取り方としては大きな企業とか組織に所属するメリットとしては組織を学ぶというよりはたくさんの人たちを動かすとかその中の気持ちを知るとか将来的に自分が大勢の人間を動かす時のスキルを身につけるという意味合いの方が、そうですね、組織論学んでもしょうがないのでっていう気はするよね。私それがまあまあおっさんくさいですけど今の若い子とかだと、まあ、動画の編集自体はうまいですと、まあ、面白いものも作るしすごいんですけど現場力が足りないというかやっぱ人にディレクションをできる人ってのが演者に対してもですけど周りのスタッフに対してもなんですけど人を動かすっていうのが多分大きいところであんまり共同作業したことないのかなみたいな子がちょいちょいいるなとは思っていて。なるほどなるほど。ディレクターって極論何もやんない人なんですよ、うん、他の人にじゃあ自分俺撮れないんでカメラさん撮ってよとかかっこいいもの作れないから美術さん作ってよとか、うん、照明さん当ててっつって編集の人にかっこいい格好してよみたいなことを全部やってもらう人だから逆にそれをどううまくやってもらうかっていう説明だったりとかお願いだったりとかができる力それを身につけるっていう意味ではテレビ番組作りっていうのはいいのかなとは思ってます。うんうんうん、一人で YouTuber やるよりかはそういう共同作業になってくるんで確かにでかいものをやるとか人を動かすって点ではいいかなとは思いますけどね。そういうとこにメリットを感じて入ってくるといいかな、ね、製造業界はもしかしたらね、はい、うん、やっぱテレビ局とか入って歴史がある分ノウハウがあるってのはいいなと思ったんですよ。でそれはもう映像の編集手法に関してもなんですけど要はこうやって盛り上げれば CM また見ますだとかナレーションを書くときにはこういう体言止めでやった方が伝わるよとか言いたいことを後ろ持ってた方がいいよみたいな手法がもう方法論としてある程度確立されてたりそれが受け継がれてたりとかするってのを学ぶために入るっていうならいいのかな。でその当てる当てないでいうとさっきの YouTube でやってくって今っぽくていいなと思いつつ自分で全部試行錯誤しないじゃないですか。相当ハズレを重ねないと勉強にならないっていうのでいうとテレビ局とかそういう今までやってきた人のハズレ例をたくさん聞けるっていう点ではいいのかなっていう。